やっぱり子供がいると何かと考えるところが多いと思うんですけはど、い。今日は永井さんはそのお子様連れで行はい。ける旅行の話ですね。はい。はい。さらに今デビュー、お子様連れで海外旅行、デビューを応援したいなと思って、ルック JTB で、作っているコースがあります。グアムの、ウェルカムベビーのお部屋という、お部屋がですね、4つのホテルにありまして、このウェルカムベビーのお部屋というものを利用していただくコースというのを、ルック JTB 限定で、作っているコースがありますので、ご紹介したいなと思ってお持ちしました。今日はグアムですか。はい、グアグアムでムす。でお子さん連れで便利だよという旅行。グアムだったら近いですもんそうですね、ね。名古屋からでも直行便で3時間半から4時間ぐらいなのああ、で、乗りそう。換えもないですし、まあ、時差も少ないので、非常に赤ちゃん連れでも、あと小さなお子様連れでも行きやすい方面ということで、まあ、2歳とか3歳とかっていうお子様連れでもたくさんの方が渡航されてますね。ね、飛行機での時間が長くかかるとちょっと考えますよね。子供飽きちゃうんじゃないかなとかっていうのがあるんで、海外デビューにはぴったり。そうですね、はい。で、さらにそのグアムの中でも、現地に着いてからの体制が非常に整ったお部屋ということで、人気のあるコースなのでご紹介をしたいなと思うんですが、はい、お願いしウまェルカす。ムベビーというお部屋が、ミキハウス子育て総研株式会社というところのですね、認定を得た、ホテルの中にある一室になっています。なので、これがあるのはまだ、海外ではですね、グアムだけになるんですけれども、ヒルトン、日光グアム、それからシェラトン、PIC、この4つのホテルの中に、ウェルカムベビーのお部屋ということで、ミキハウス子育て総研株式会社の、認定を得た、お部屋があります。素敵なホテルばっかりじゃないですか。そうですね、グアムの中では非常に、人気もあり、なおかつそうですね、日本人へのサービスも充実したホテルなんですけれども、特にこのウェルカムベビーのお部屋というのがですね、100項目ぐらい、宿泊施設側の受け入れ体制というのをチェック項目をミキハウス子育て総研株式会社さんが設定されてまして、その約7割以上という高いレベルを獲得した施設のみ認定されるという制度になってまして、例えばそうですね、ベッドのサイズであったりとか、それからキッズクラブとか、キッズ用のスペースがあるかどうか、それからお手洗いなんかもですね、お子様用の設備があるかどうか、あとは部屋の家具なんかが、角がきちっと取れてるかなとか、それからベッドの高さですね。高いと落ちちゃうとそうなんです、やっね。ぱり心配だなというふうに思われるんですが、まあ、逆に日本とは違って、なかなかお布団という施設はないので、代わりにベッドの高さが、まあ、低くって、万が一落ちちゃっても、そんなドーンって落ちるわけではないと意いうと外に落ころ。ちるでしょ落ちう。なんていうの、ドーンって落ちたことに落ち。だって子供すごい動くもんね。そうです、寝てる間びっに知くらりない。す、ドーンって、ああみたいな。本当に、ね、はい、安心ですよね。そうですね、やはりサイズも大きいものをご用意させていただいていますのああ、で、そダっブかルそっベッド、もしくか。はセミダブルベッドを、2台。っていう形になってますので、添い寝するしはい、添いね。寝そしうてですね。も、十分のサイズで、なおかつ高さにもこだわっているので、安心ですよということを、ご紹介させていただいています。すごい。それだけね、まあ、子供がいる時に気になるポイントをざーっと上げた中の70%を満たしているところっていうのは本当安心ですね。そうです考ね、えたらはい。ね。ベッドの高さで例えば申し上げると、通常がやっぱり60センチ以上ベッドの高さってあるんですけれありどますよも、ね。今回ご紹介しているウェルカムベビーのお部屋というのはだいたい30センチ前後ですね。なので約半分の高さに設定をしていますので、まあ、あまり低すぎても今度大人が疲れちゃうと思うんですけれども、そこらは疲れすぎず、なおかつお子様にも安心というお部屋になっています。あとそのお手洗いだったそうですり、ね、洗面台とはい、お子か。様用の便座が用意されているお部屋であったりとか、あとアメニティですね、蓋付きのゴミ箱であったりとか、あと日本からわざわざ持って行っていただかなくてもお尻拭きがあったりとか、そういったサポート体制が非常に充実しているホテルを多くご用意させていただいています。すごいですね。はい、それ早くに教えてほしいですね。そうもうで今す教えてもらってますけど。いや、うち大きくなっちゃったなと思って。ね。いや、すごいいいですいやね。そうですね、まあ、グアム自体非常に日本語が
ある程度通じるということで、あのご両親の方にも、うん、あのお選びいただきやすい方面だと思うんですけれども、うん、さらにはあのお子様連れでも行っていただけるようにということで、うん、まあ、このコースお部屋も充実してるんですけれども、うん、なんかちょっともう一つ気になるのがお食事スペースで、うん、他の方と一緒になるときっていうのがちょっと気になると思うんですけれども、うん、このコースではプールサイドでのランチと、うん、夕食についてもゆっくりルームサービスというものを1回ご用意をさせていただいてますので、まあ、ご家族だけでというか、うん、あの他のお客様も気にされずにゆったり楽しんでいただく、うん、サービスをさせていただいていますので、うん、まあ、全食ついちゃうと今度は外に食べに行く、うん、楽しみが減っちゃうと思うんですけれども、うん、一度はついてますので、うん、なかなかあのどこのレストランで食べるのがいいのかなということで、うん、あのお困りの声をいただいていましたので、うん、そういったお声を反映してお食事についても2回昼食が1回と夕食を1回、あらかじめつけさせていただいているコースになります。素晴らしい、はい、素晴らしいじゃないですか。あと朝食はコンチネンタルブレックファーストサービスなら無料で食べられますっていうのは、はい、ホテルによってですか。そうですね、パンフレットを見ていただいているので、うん、24ページ25ページを見ていただくと、うん、各あのこのウェルカムベビーというお部屋がですね、うん、各ホテルの中のラウンジが利用できるお部屋タイプになっています。あの例えばヒルトンのところを見ていただくと、タシクラブのラウンジが使えますよということで、うん、ラウンジが使えるメリットというのは朝の時間帯は、コンチネンタルブレックファースト簡単な、うん、朝食なんですけれども、うん、ご用意をさせていただいていますのでこちらで召し上がっていただければ朝食代金もかかりません。これすっごい便利なんですよ。便利です ね、 ねえ、私あのハワイですけどルック JTB さんの旅行に行ってこれがついてて、だから朝ごはん結構高いでしょ、ホテルで食べると。そうです、私も利用してそう30ドルぐらいするんですよ、大人で、はい、そうですね、きちんとした朝食をホテルで召し上がられると約30ドル、ね、でも、はい、クロワッサンと、なんかスコーンみたいのと、うん、フルーツとヨーグルトとフレッシュな生ジュースととかってあって十分お腹いっぱい。そうですね、でもお子さんだとなかなか食べる時間も、うん、それから食べる量も毎日違うと思いますので、うん、まあ、こういったあの無料のサービスであれば気軽に、はい、楽しんでいただくことができると思いますし、あともう一つ大人に嬉しいのがカクテルサービスっていうのもラウンジは夕方の時間、やってるところがほとんどなんですね、時間帯が限られるんですけれども、その時間帯にラウンジに行っていただくと無料でカクテル、それからアルコールとかっていったビールも飲んでいただけるということなので、もちろんソフトドリンクもあるし、はい、ちょっとしたおつまみとかお菓子もあって、結構小腹のすく時間なんで、すごい助かりますよね。いいですね、はい、お子様連れでそういったバーだったりとか、あと飲食店でやはりアルコールを召し上がるっていうのはちょっとこう気兼ねというか、あの気になるところだと思うんですけれども、ラウンジであればそこもゆったりとしてあの楽しんでいただけますし、あのグアムですのでお子様連れでご旅行される方も非常に多いので、うん、他のお客様はそんなに気にしていただく必要もないので安心ですよね。意外にあの食事って、はい、あのお金かかるんですよね。朝もね、朝昼晩なんですけど、だからそういうのがついてるっていうのは、はい、侮れないですね。そうですね、これがついてなくって、例えば設定料金が安くても、はい、結局かかるんで、はい、込みって言われると本当助かりますよね、はい、現地に行ってからの、まあ、お財布に優しいコースということで、食事の部分は安心ですよということと、やっぱりラウンジが使えるので朝食も、無料に召し上がっていただくサービスもありますよっていうこと、それから観光についても、はい、ルック JTB では、コンチャスニーカというですね、観光コースをご用意させていただいておりまして、はい、パンフレットだと、14ページ15ページ14戻ってください、ね、14ページ15ページです、はい、追加代金なしで4コースから選べるグアムということで、うん、4コースの中から1コース、お好きなコースを選んで追加代金なしでご参加いただける、観光コースになっています。うわすごい、はい、特に、まあ、小さなお子様連れ、ウェルカムベビーのお部屋なんかにですね、あのご参加をいただく、お客様に一番人気がありますのはココパームビーチコースというコースになってまして、これもあの通常オプショナルツアーなんかでですね、あの展開をしているコースなんですが、ルック JTB のお客様であればコンチャスニーカーとしてお選びいただければ、大人も子どもも追加代金なしでご参加がいただけます。グアムの北部にありますプライベートビーチになるんですけれども、ここはあのプライベートビーチですので、非常にあの海が近く、グアムってあのホテルが建っているエリアというのは海が目の前ではないですね。目の前にあるんですけれども、そこで泳ぐっていうような海ではないんですけれども、ここのココパンビーチまで行っていただきますと、本当にこのビーチ沿いで泳いでチャプチャプ楽しんでいただくこともできますし、隣のコースにありますアルパンビーチとかターザンのような、こう
ちょっとモーターを使ったようなですねアクティビティがココパームビーチは一切ないんですね、うん、なので安心してというかちっちゃなお子様がいてもあれやりたいとかっていうこともないですし、あとはそっちか他の方もそうですね、ものに触ってしまってっていうことで危険な思いをすることもないと思いますので、確かにあんまり言われると困ります、はい、あれはお金がかかるの言いますよね、どこでもあれはダメお金がかかるのはダメみたいなの、そうなんですね、はい、面白い、いいね、安心ですね、砂遊びですね、小さなお子様ですとやはりビーチアクティビティの中では年齢制限があるものもあったりしますの で、 そうですね、はい、お子様がやりたいって言った時にお母様方が困ってしまうということもココパンビーチの場合はないですよというのもお金だけじゃないそうですね、はい、なので一番人気がありますね、はい、夏の期間なんかは150名様限定ということでやらせていただいてるんですけれども、まあ、満席まではいかないんですが、かなりたくさんの方にご参加をいただいているコースになります、ね、はい、もちろんそのビーチでアクティビティを楽しめるコースもあるし、ガム島の観光コースなんかもあったりとか、ね、あとターザウォーターパークっていうすっごいプールですね、これ、はい、そうです、ターザもターザも小さなお子様連れでも楽しんでいただけるプールもあるんですが、ここはウォータースライダーであったりとか、流れるプールなんかの非常に大きな、たくさんのプールがある、ところなんですけれども、小さなお子様用の安心な、低い、プールもご用意がありますので、小さなお子様連れでも安心ですね、お兄ちゃんがいたりすると、ね、ちょっと、それ様々な楽しみ方がいただけるので、ターザも非常におすすめではありますね、だからこれを追加料金なしで1日行けるっていうのは嬉しいですよね、嬉しいですね、4日間、ね、それから5日間とかっていった滞在がグアムの場合は多いですので、まあ、そういったお客様であれば1日こういった観光コースにご参加をいただいて、あと1日はホテルのプールであったりとかビーチで本当にゆっくり先ほどのランチの、をプール沿いでですねお召し上がりいただいたりですとか、ホテルの中で楽しんでいただくということで非常にリフレッシュできてお客様にも喜んでいただいているコースですね、あとはどんなメリットがありますか、ルック JTB は。そうですね、あとシャトルバスが、12ページ13ページに掲載をさせていただいてるんですが、乗り放題のシャトルバスが全部で8ルートご用意があります、なかなか足回りがですね、グアムの、ホテルエリアというのはそんなに大きくはないんですけれども、そうは言っても端から端まで歩いていただくと30分ぐらい、それからやはりグアムですので、湿度が高いことと、それから気温も高いですので歩くと結構ぜいぜい特に、ね、はい、お子様抱っこしてなんてのは非常に大変ですので、シャトルバスが8ルート、全て乗り放題というのは非常に嬉しい特典になっているかと思います、はい、ちょっとショッピングに行きたいですとか、そういった時にも使っていただくことができます、ルック JTB 限定のシャトルバスとしてショッピングエクスプレスという、ショッピングエリアをですねくるくるしているシャトルバスもありますし、あとは夜まで23時まで営業しています K マートへの、無料のシャトルバスなんかも、ルック JTB では限定でご用意をさせていただいています。うーん、足回りもこれでバッチリだし、はい、ご飯も割とついてるし、で、ね、で旅行も、ね、そのそ、ね、まあ、現地での観光も1日ついていて、はい、でその結構あれいいですよね、ルームサービスの食事いいですね、なんか主婦には予算が立てやすいっていうんですかね、現地でのかかる費用って見えない部分は、はい、まあ、買い物にもよりますけどあるので、でも意外に多いでしょ、侮れないっていうか、向こうで朝昼晩食べようと思うと結構かかりますよね、で家族分だとね一人ならいいけど、それがこれだけプラスアルファでついてるっていうのは何より嬉しいですね。そうですね、ママは家族全員分の滞在費も含めての予算管理だと思いますので、非常に格安コースもグアムはあるかと思うんですけれども、実際現地に行ってからどれくらい使うかなっていうことを考えていただくと非常に予算が立てやすくて、なおかつ賢く利用していただくと非常に割安感もあるコースになっていると思いますね。